私もあんたと同じで、まだ何も持ってないし、何者になれるかもわからないから、もうくよくよするのはやめにしただけ。私はあんまり詳しくないけど、聞いた感じ、私もエデンよりはカナンが、ぬるま湯より苦難の旅路の方が性に合ってるみたい。うっさい、あんたにだけは言われたくないから。はあ、いっつも思うけど、どうしてやり返してくれるわけ。やっぱり二人は似た者同士なんだよ。くらいには時間を取ってもらう。ええ、まあ。だから断らないでくれると助かります。だって他にまたお礼の方法を考えるのが面倒じゃないですか。では今後正式な名前はリッター・マサタカ・ペトロ・フォン・サイスということになりますので、よろしくお願いいたします。司教様にサイス君もそこでサクラメントを受けてください。サイスさん、献身名は別につけることができるだけで、洗礼名はあくまで主の意思によって決められたものと考えますから、当然変更することはできないはずです。ひょっとしてサイさんも自分なりの守護聖人を見つけたんですか？
少年枠のはずですが、きっと一人一人のご用が。視力が悪いわけじゃないんだよね。